もしもし。ああ、うん。それじゃあ電話変わるから。お前余計なこと言うなよ。はい。ありがとう。私の名前は奏。この人は私の婚約者のアルト君。そして今、アルト君の妹、あかりちゃんにご挨拶をしようと、アルト君に電話をつなげてもらったところだ。アルト君、あかりちゃんと私が話すことをよく思っていないみたいだったけど、どうしてだろう。この理由は、この後すぐにわかることになる。もしもし、はじめまして。私、アルトさんと結婚させていただくことになった、かなでで。あんたが私からお兄ちゃんを奪った女ね。私、絶対にあんたのこと認めない。絶対に許さないから。この泥棒猫、あんたと話すことなんて何もないわ。初めて話したあかりちゃんは、私に対して強い嫌悪感を持っているようだった。電話越しで急に怒鳴られてしまい、私は言葉を失った。かなで、大丈夫か？あかりに何か言われたのか？ああ、私のこと、認めてくれないって、許してくれないって。どうしよう、私、あかりちゃんに嫌われてるみたい。私は、アルト君のことを奪った泥棒アメリカンショートヘアだって。うん、何、泥棒アメリカンショートヘア。ちょっといい猫に変換するな、プンに。またか、あいつ。また？あいつは俺の彼女にはいっつもそうなんだよ。え？あいつ昔から友達少なくてさ、俺にずっとひっついてきてたんだ。それで今となっては立派なブラコンになっちゃって。とにかくあいつは俺のことが大好きで独占したがるんだよ。それであいつ俺の彼女を紹介するたびに嫌がらせしてきて、前の彼女はそれに耐えきれなくなって俺の元を離れていったんだ。奏とは絶対に離れたくないから、だから俺今まで明かりを合わせなかったんだ。今日は奏がどうしても挨拶したいって言うから電話つなげたけど、やっぱり奏のこと傷つけたよな。ごめんな。でも俺から離れないでほしい。頼む。アルト君。でも俺にとってはあんなのでもたった一人の妹だから無下にはできないんだよな。あかりが就職活動に失敗しちゃったもんだから、俺が今の職場に相談して事務員として雇ってもらうように取り合ったんだ。それで春からは同じ職場で働くことになったんだけど、こんな感じだとはちょっと気が重いな。結局は俺もあいつのことは甘やかしすぎなんだよな。私はアルト君のそういう優しいところ素敵だと思うよ。私はそういうところが好きだから。奏で、そりゃ急に怒鳴られちゃってびっくりはしたけど、こんなことで私はアルト君から離れたりしないよ。元カノたちとは格が違うんだからね。俺、奏のこと一生大事にする。アルト君、俺のプロポーズを受けてくれてありがとうな。私こそありがとう。きっと私たちは何があっても大丈夫。私は絶対にアルト君のそばを離れたりはしない。一方その頃、そう思っていたのだが、あかりちゃんの私に対する嫌悪は思ったよりも強かったみたいだ。何よ、私からお兄ちゃんを奪うなんて100万年早いのよ。勝手に結婚式の日取りまで決めやがって。来月末か。ふん、太陽に結婚式なんて生意気ね。別々にでもやりなさいよ。絶対に絶対に許さない。どんな人だろうと絶対に認めない。お兄ちゃんのことは渡さないから。くそ。結局あかりちゃんとの問題は解決しないまま、結婚に向けての準備は進み、ついに結婚式当日を迎えた。結婚式を1時間後に控えた今、準備は万端とはいかず、私は普段しないメイクに悪戦苦闘していた。普段あまりメイクしないから正解がよくわからないよ。こんなことならケチらずに式場のメイクさんにお願いしたらよかったな。まあこれでいっか。もう時間もないし。言い訳ないプニ、ひどい顔プニ。もともと私の顔なんて大したことないんだし、なんならメイクで隠されてる分マシになってるのかも。お困りのようね、お嬢さん。私の出番かしら。え？
あなたは？ドラほど。一方その頃、はあ、奏のやつ準備に時間かかってるみたいだな。何やってるんだよ。なんか式場のヘアメイクに頼らずに自分でするとか言ってたけど、あいつメイクなんてできるのか。これから先に写真撮影するって伝えてるはずなのにな。でも奏の花嫁姿楽しみだな。絶対綺麗なんだろうな。奏は自分の容姿に自信がないみたいだけど、自分の美しさに気づいてないだけだからな。なんて本人には言えないけどな。あら、間に合ったかしら。あ、はあ、今日はついにお兄ちゃんの結婚式か。結局一度も奏とかいう泥棒猫には会わなかったけど、どんな女なんだろう。なんて言葉をかけてやろうかしら。うん、あれ、お兄ちゃんってことは一緒にいるのが泥棒猫。結婚式前にどんな面してるのか見てやろうじゃないの。バレないように。え、とても楽しみにしてるわ。嘘、これがお兄ちゃんが選んだ相手。ちょっと待ってよ、昔からお兄ちゃんモテモテだったから結婚する人はどんな美人なのかと思ってたけど、まさかこんな顔の人なんてね。これならお兄ちゃんから引き離すのも楽勝なんじゃないの。お兄ちゃん。お、あかり、お前いいところに来たな。紹介するよ、この人は。お前今なんか笑った。ごめんなさい、ついつい。どういう意味だ。だってお兄ちゃん、こんな顔の人と結婚するわけ、やめときなよ。こんなお嫁さんじゃお兄ちゃんがかわいそう。え、お前何言ってるんだ。これじゃお兄ちゃんが結婚式で恥かいちゃうじゃん。っていうか私もこんな人と家族になるのはごめんっていうか。ぷっぷっぷ。おい、やめろ、今すぐに謝れ。ねえお兄ちゃん、こんな人置いて帰ろうよ。結婚なんてしなくていいじゃん。結婚式場のキャンセル料とかはこの人に任せてさ。だってこの人の顔が原因で結婚やめるんだから。お前いい加減にしろ。どうしてお前はいつも俺の邪魔ばかりするんだ。この前の電話でも奏がどんなに傷ついたかお前分かってるのか。当たり前でしょ、だって私からお兄ちゃんを奪ったんだもの。お前な。いやいやいや、電話の時点では奏さんがこんな顔だと思ってなかったし、知ってたらもっと強く怒鳴りつけてたわよ。お前何言ってるんだ。この人はアルト君、私はいいのよ。でもあなたがアルト君の妹のあかりさんね。そうよ、あなたの考えはよくわかったわ。ふん、分かってくれたのならよかった。さっさとお兄ちゃんから離れてちょうだい。残念ながら私はアルト君から離れることはできないのよ。こういうものなので。え、ソプラノ商事の部長さん。お前とんでもないことしてくれたな。部長はお前のこと会社に入れてくれるように上にいろいろと取り合ってくれた人なんだぞ。なんて失礼なことを。嘘、そんなの嘘よ。どうして参列者なのにこんな白いドレスを。これは私服よ。あ、部長はいつもこうだぞ。結婚式前に着替えようと思ってたのよ。結婚式前に私がどんな服を着ようと自由でしょ。私は好きな服を着ているだけ。あなたからどう見えているかわからないけど、私は自分に自信を持っているわ。あなたにどうこう言われる筋合いはない。アルト君、遅れてごめんなさい。自分ではお化粧うまくいかなくて。それで何この状況、皆さんどうかしたんですか。あれ、何よ、この人がお兄ちゃんの婚約者。ものすごい美人じゃないのよ。どうしよう、私就職する会社のお偉いさんにとんでもないことを。あかり、この人が俺の婚約者の奏だ。どうも奏です。あなたがあかりちゃんね。それでこちらが俺の上司のガリヤマさん。あ、どうも初めまして。本日はお忙しいところ来てくださってありがとうございます。いつもアルト君からとても尊敬する素晴らしい方だと伺ってます。初めまして。会えてとっても嬉しいです。私もよ。今後ともどうぞよろしくお願いします。こちらこそ。アルト君、奏さんはとっ
ってもいいお嬢さんね。私の目を見てしっかり話してくれるわ。一生話しちゃダメよ。そんなのは当たり前のことじゃないですか。それに比べて、あかりさん、人の見た目で価値を決めるなんて最低よ。それに、アルト君の人生を邪魔する権利はあなたにはないはず。だって私はね、優秀なアルト君の妹さんだから安心だと思って、あなたのことをうちの会社への入社を許可したのよ。だけど私は判断を誤ったようね。悪いけど、あなたの内定は取り消し、なかったことにするわ。ちょっと待ってください。すいません、あなたがガリヤマ部長ってこと知らなかったんです。ただ私はお兄ちゃんの婚約者を苦しめようと思っただけで。そうよ、あんたのせいよ、全部あんたのせい。だってあんたが遅れてきたからこんなことになったんじゃない。私内定取り消しになったのよ。あんたのせいで人生めちゃくちゃよ。どうしてくれるの。そんな、お前いい加減にしろ。人のせいにするな。全部お前自身のせいだろ。違う、私は奏にも部長にもちゃんと謝れ。そんな、ちょっと待ってよ。お兄ちゃんだけは私の味方でしょ。ねえ、見捨てないで、どうにかしてよ。はあ、よくわかったよ。お前は一切反省してないんだな。俺もお前を甘やかしたのが良くなかったよ。だけどもう限界だ。お前とはもう縁を切る。これから先の人生、俺や俺の大切な人には一切近づくな。そんな、お兄ちゃん。そのままアルト君は本当にあかりちゃんと縁を切ってしまった。あかりちゃんはその後の結婚式にも参加せず、内定も取り消された彼女が今どうしているのかもわからない。その後、私たちの結婚式はスタート。笑顔あふれるとても幸せな空間だった。かなで、花嫁姿とっても綺麗だよ。ありがとう。アルト君がそういう風に褒めてくれるの珍しいね。照れるな。そういえば、かなで化粧とか苦手だろ。式場のヘアメイクさん頼まなかったけど、それ自分でやったのか。すっげー綺麗だけど。おう、これね、私がメイクがうまくいかなくて困っていたら、突如美のカリスマが現れてね。は、美のカリスマ。その人がメイクしてくれたの。すっごく自分に自信が持てたんだよ。あ、ちょうどあそこに。おめでとう。あの人だよ、美のカリスマ、日光さん。日光って、あの日光。それはそうと、ガリヤマさん、かなでのこと綺麗って褒めてたぞ。え、そんなこと、これも日光さんのおかげかな。それもあるけど、部長が褒めてたのはかなでの心の話だよ。かなでは人の見た目で判断せずに、自分の目を見てしっかり話してくれたって。あの人、いろんな人を見てきてるからな。あの人の言うことに間違いはないよ。そうかな。人は容姿を変えることで自信を持つことができるけど、もちろん容姿だけが全てではない。人には人の生き方があるから、否定なんかしちゃいけないんだ。私はこれからも自分らしく生きていきたい。大好きなアルト君と一緒に。かなでです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。日光さんって昔の動画にも出てきたことなかったか。だいぶ印象違ったよな。やっぱり美のカリスマはその時々に合わせて最高の美しさで現れるんだね。よかったらみんな、動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくな。また次の動画で会おう。